精神体、ドルチェ・シュティール・ノーボ、ドルチェ・スティール・ノーボとは、13世紀イタリアの重要な文学運動のこと。シチリアやトスカーナの死に影響を受け、愛をメインテーマとした。精神の気高さと、愛は確かにこの時代の主要作品のトップオースであった。最初に、精神体という言葉を使ったのは、ダンテ・アリギエーリである。ダンテは煉獄に着いた時、13世紀のイタリアの詩人、 ボナジェンタ・オルビッチ・アーニと出会う。ボナジェンタはダンテに、ダンテとグイド・グイニチェリ、グイド・カバルカンティが、身体という新しいジャンルを作ったと語る。精神体の先駆けは、ジェノバ人、ラフランク・シガーラといったトルバドゥールたちのプロヴァンス語の,の作品の中に見つかる。身体派の芸術家たちは、スティルノビスチと呼ばれた。 先駆けとなったものと比べて、精神体に含まれる詩は質において優れ、より知的で、メタファーと象徴の規律的な詩用並びに高知な、ダブルミーニングを伴うより洗練された詩である。精神体派詩人たちはとりわけ美しい女性の崇拝を表現し、深く内観を探求した。実際、多くの文学批評家たちは、イタリア文学作品に最初に内観を取り入れたのは、 精神体派主人で、その後、ペトラルカが発展させたと主張している。精神体派の死は、美しい女性の生き生きした描写に満ちていて、しばしば求める女性たちを天国の創造物と比較する。女性たちは、天使あるいは神の橋渡しと叙述される。自然の物質であるよりむしろ、精神体の愛はある、主の神の愛である。 内観と愛という二つの主要コンセプトは、このように結び合わされ、詩人は、神なる美女によって引き起こされた内面の感情を、表現すべく、自らの内なる世界に入っていった。グイド・グイニツェッリがその詩、エイエール・コル・ジョン・ティ・レンパイ・ラ・センプレ・アモーレの中で、最初にこの形式を使ったと言われているが、精神から打派の最大の主唱者はやはり、新曲を書いた、ダンテだろう。 精神大使の重要性は、イタリアに最初に現れた真の文学的伝統の現れであったことの他にも、トスカーナの土地言葉の地位を高めたことがある。それは、間もなくイタリアの国語になった。ダンテ、新曲、第二部煉獄、角川文庫、1976年、P250。ありがとうございます。